はい、サルクチのジャズピアノ講座を始めたいと思います。本日はディミニッシュコードについて見ていきたいと思います。教本でディミニッシュコード載ってますけど、全然使い方とか載ってなくてなかなか分かんないですよね。で、ピアノはね、あのコード楽器なんでバックでいろいろ伴奏すると思いますけども、ディミニッシュコードも覚えてると伴奏に幅が広まると思いますので見ていきたいと思います。まずディミニッシュコード、3種類の種類が、機能で分かれられます。で、まず1つ目、これはコードとコードをつなぐ役目。で、2つ目、こちらドミナントコードに対する、役目。で、3つ目、これはトニックディミニッシュという名前になるんですけども、まあ、メロディーが、メジャーコードの場合ですね、メロディーにディミニッシュコードでハーモナイズする役目があります。本日は最後のトニックディミニッシュについて、使用例など見ていきたいと思いますが、まず3種類の、概要だけ一旦説明して、他の2種類に関してはまた違う動画で上げていきたいと思います。まず最初の1つ目、コードをつなぐ役目ですね。これすべて C メジャースケールの際のちょっと動きになります。これがコードをつなぐ役目です。次、ドミナントコードに、属するコード、役目ですね。次は下がっていきたいと思います。はい、2つ目ですね。この2つはまた改めて、動画を上げたいと思います。では最後、トニックディミニッシュについて見ていきたいと思います。こちらに、ピアノの鍵盤の絵を描きました。で、黒丸が C ディミニッシュスケールの、音になります。で、こう見るとね、C、メジャースケールと C ディミニッシュスケールの音で重複している音が5つあります。上に書いたルートとナインス、イレブンス、サーティンス、セブンスになります。で、テーマの時にですね、C メジャーコードの時に、この5つの音、まあ、イレブンスは少ないと思うんですけども、5つの音が出てきたときは、ベースは C を弾いてるはずなので、ピアノで C、ディミニッシュコードを弾いても全然ハマるんですね。また、普通の C メジャーの雰囲気じゃなくなるので、聴いてる人もおっという感じになると思います。ではですね、ちょっと2曲、ある2曲の曲で、ちょっと例をどんな感じになるのか見ていきたいと思います。はい、まず最初はバラードの曲、ミスティという曲ですね。はい、こちらはですね、メロディーが最初 E フラットメジャーセブンスから始まるんですけど、この、メジャーセブンスの音、この音に、ディミニッシュを最初入れてみました。で、このままじゃちょっと不安定なので一旦、戻ってそのまま続くっていう感じですね。はい、で次、もう一つ見ていきたいと思います。こちらが、4ビートの曲で、オンはクリアデイ。こちらがですね、最初 G メジャーセブンで始まるんですけども、メロディーがナインスノートですね。で、こちらも戻るで、まあ、続くんですけど、はい、今2つですね、この、ミスティのセブンスノートと、あと G メジャーセブンのナインスノートで2つ使ってきましたけども、他いろいろスタンダードとかね、探すと、こういうディミニッシュの音、まあ、C の場合は、ルート、ナインス、で、イレブンスは少ないと思うんですけども、で、あとはサーティンス、あと、メジャーセブンス。こちらのメロディーが出てきたら、ぜひちょっと使ってみるとね、おーってなると思いますので、ぜひちょっと探して使っていければと思います。まだアドリブでもね、こういうのは使えますので、いろいろちょっと工夫してみたらいいかなと思います。これもなんかいい例あったらまた上げていきたいと思いますので、
はい、また他 の、 あの先ほどの2つのディミニッシュに関してはまた上げていきますので、よろしくお願いいたします。では聞いていただいてありがとうございました。まだよろしくお願いします。